あなたは広い心を持っています。あなたは共感力があります。あなたの魂には甘さがあり、行動する勇気、そして言葉で伝える真実。あなたは苦しみに対して深い思いやりを持っています。あなたがそれを経験したから。そして今、あなたはここから自分の経験を無執着かつ明晰に観察します。そして、あなたが経験したすべての痛みが、それを理解するのに役立ったということは明らかです。そして最終的には、それを拒否します。自分の幸せを選択します。あなたは幸福を望むことはできません。幸福の不在を初めて経験しなければ、これはまさにあなたを成長させ、さらなる欲求を駆り立てる出発点です。そして今日ここで、あなたは自分にとって有害で否定的なものすべてを拒否します。あなたは愛しています。それがあなたの性質だからです。そしてあなたは報われない愛、冷たくてドライで操作的で有害な愛を受け入れました。あなたはフレンドリーです。それはあなたの性質だからです。そしてあなたは報われず、不公平で嘘をつき、欺瞞的で卑劣で有害な友情を受け入れてきました。それがあなたの性質だから、あなたは彼らを助けます。そしてあなたは他人の問題を引き受けることに同意し、慣れない人たちに強くなり、自分の心が打ちのめされていると感じても慰め、心の中で泣いている時でも笑顔を与えることに同意しました。時には他人の幸福を優先するために自分の幸福を放棄することに同意しました。あなたは自分とは全く異なる人々と並んで歩むことに同意しました。それはやらなければならなかったからだ。この方法でのみ、あなたはこの世界の最も隠された暗い隅々に光をもたらすことができました。あなたは最低のエネルギーと混ざり合い、それらを理解し、受け入れ、許すために、このプロセスであなたは自分を縛っていた精神的およびエネルギー的なダイナミクスから自分を解放しました。そしてこの自由の中で今、外側が適切だと思うように表現してください。誰もが自分自身に対してのみ責任があることを理解しているからです。この新たな認識を持つことで、あなたはより軽くなり、自分に振動を与えないすべてのものを手放すことができます。自分自身の中に戻るために、すべてから離れなければならなかった不足を経験して、それを埋める方法を自分で学ばなければなりませんでした。再び接続を見つけるには、外部へのワイヤーをすべて切断する必要がありました。自分を愛することを学ぶためには、愛の欠如を経験しなければならなかった。このようにして、自分のチャンネルをアクティブにし、自分自身をアクティブにすることができます。ただし、このアクティベーションは、単に必須の手順でした。次のステップは、身体性と物質に関するものです。つまり、外部とのつながり、有害な時に中断したつながりを再び見つけることです。再び健康でクリーンな関係になることができますが、それはあなたのように振動する人たちとのみです。これがあなたの存在の中で新しいビジョンが形作られる理由です。時間の経過とともに成長し、成熟したビジョン、より現実的で具体的なビジョン、お互いに栄養を与え合いたいから、バランスを求めているから。あなたは、あなたの周りの多くの人々の栄養です。そして、これは、あなたを幸せにし、満足させます。自分を捧げることは美しいから。それは、あなたが最も得意なことだし、自分自身が、それをやっているように感じるからです。しかし、あなたは、時間の経過とともに、この現実において、自分自身への贈り物は、それが評価されなければ、あなたの精神の価値を下げ、
エネルギーの流れを妨げることを学びました。喉が渇いて死にそうになっている間、周りの庭に水をやり続けることはできません。その貴重な水を自分に向けて、自分が受けていないケアを自分に与えてください。あなたの新しい人生はまさにここから始まります。あなたが今、周囲の人々とのつながりや調和を切望していること、それなしではいられないこと、あなたを傷つけ、不安定にするエネルギーの近くにいることに満足して、それを自分から奪うことはもうできないことを、私は知っています。これまでの道のりは、苦難に満ちていた。すべてを超えた自分の本質を理解するために必要だった。自分が何者であるかを理解するために必要だった。しかし、妄想ではありません。剥奪と犠牲はすでにあなたの中で起こっており、あなたの強さを強調しています。この力は今、認識を求めています。互形性となる認識。もう受け取らずに与える時代ではありません。そして、もはや与えずに受け取る時ではありません。これは非常に重要なステップですので、そして私たちは皆、それを理解するよう求められています。